はい、えー、それでは初、えー、めまして私埼玉県鍼灸師会の学術委員長をしております菊池智和と申します。えー、本日は、えー、2020年度第1回埼玉県鍼灸師会学術講習会の、えー、3番目の こうしてあります。鳥目春樹先生に、えー、今回の講習会の見どころということを、えー、お話ししていただける機会をいただきましたので、えー、鳥目先生を簡単にですけれどもご紹介させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、鳥目先生はあの高校をご卒業されまして、その後花田学園で。 はれし休し免許を取られ、まあ、その後開業されましてマッ,あマッサージも取られたということで、うんえー、その後開業されて、えー、相当儲かっていたというお話も聞いていますけど、まあ、日々ですね <laughs> <laughs> えとその鍼灸、まあ、やマッサージ、まあ、そういったことが、えー、どういったことで、えーまあ、どういうふうになっているというかですね、まあ、その現象について 疑問を持たれて、えー、これを研究したいなということをお、まあ、考えたそうですね。でそれで大学をその後、えー、卒業され、大学院、まあ、慶應義塾大学の大学院も、えー、ご卒業して、えー、医学博士の学位を、えー、取得されて、えー、そのままですね、なんと、えー、天下の慶應義塾大学で、 新旧外来を開設という素晴らしい、自ら道を切り開いて、ですね現在に至るという、もう本当にあの新旧会の、えー、本当に異端児ですけど、異端児という変な話お、おかしなんですけどね、スーパーマンですけど、まあ、そういった先生にですね、ね、まあ、新旧業界について、まあ、今後の、えーまあ、現状と、えー、これから、まあ、どうしたら、 明るくなるかっていう話をちょっと簡単にしていただこうかなと思っています。えー、っとまあちょっと餃子って言ってもですね、実は餃子って何っていう？えっと実はいるっていうことで、まあちょっと簡単に餃子についてお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね。業界団体っていうのはですね、あの。 例えばお医者さんなら医師会っていうのあるよね。看護師さんだと看護協会っていうのあるよねで。弁護士だと弁護士会ってのがあってその免許の職域なんかを、あのー、政治的にこう守ったり広げたりしているわけですけどもで僕らの鍼灸師につとっては日本鍼灸師会っていうのがその役割を果たしてます。 で、鍼灸師会っていうのは僕らの免許を持ってる人全部の権利を守る団体ですね。はい、それで他にある学会っていうのもたくさんあるんですけど鍼灸学会とか日本東洋医学会とかそういうのは免許を持ってる人たちが専門性を高めるために勉強するところで、まあ、あの免許の,あの政治的な 職域保全をしてくれるところではないんですよだから団体がたくさんあるなあの新卒の先生なんかはねどこに入ったらいいんだろうって迷ってしまうと思うんですけどその迷うたくさんの団体の中に鍼灸師会っていうのを混ぜてね迷ってしまうのはねこれは大きな間違いなのね。 職域を守ってくれるもの団体っていうのは、新旧司会しかないんですよ。中央の官庁が新旧の業界の窓口としてあの位置づけてるのは新旧司会っていうものしかないのでだからそこにみんな参集してくれると政治力が上がってくるとそういう団体ですね。 だからあの学会に入るにしても、鍼灸師会に入った上で他のあの勉強の団体に入ると、こういう形がまあ望ましいというか、今後、そうしていかなきゃいけない、そういう団体が業界団体、すなわち、鍼灸師会っていうことです。とか、メリットなんなのって聞かれること多いんですけど。<laughs> かかメリットとかあるんですか、ねうん、大きくなった時にはありますね鍼灸師会がね、うん、現状では何一つありません <laughs> <う> <laughs> 入っても苦労するだけなるほど面倒くさいあのジジイばばアにいじめられるだけな <laughs> んだけどもそれでもね僕らはね若い先生には鍼灸師会に入っていただきたい あのまあいいことはねたくさんありましてね鍼灸院を開いて食べていくっていうのはとっても大変なことなんですけどそれを何十年もやってきたね先輩がいっぱいいるんですよ鍼灸師会っていうのは。なんで鍼灸師会に参加して市民講座とかあの区民祭りとかねあのマラソン大会のスポーツボランティアとか。 そういういことに参加するとですすね、すごく身近にあの何十年の先輩と一緒にイベントができると。で保険の審査会とかあの研修の実施とかそういう社団的な実務もね一緒にやるわけですけどで先輩たちと一緒に仕事するっていうのはすごく勉強になりますね。 あこの人がこうやってあのそういう苦労した時にはこうやって解決したのかっていうのをいろいろ聞けますからね。まあ、現状だと先輩から話を聞けるってそういうぐらいの得しかないんだけど、ただいまね日本新旧歯会っていう新旧歯のあの看板団体の組織率はまあ、交渉で4%台なんです。よ。 100人人のうち4人しか入ってないこの団体ではまああの僕らの身を守る盾にはなってくれない状況なんですよ現状例えば医師会っていうのは30万人のお医者の15万人が入っているんですよね昔はもっとね7割8割入っててすごい強力な政治団体だったんだけどでもお医者さんの団体 30万人のうちの15万人が入ってるから政治力を持ってるんです。で理学療法士っていう免許ありますよね。これ免許者15万人ぐらいいるんだけどそのうちの12万人がね理学療法士会に入ってるんですよ。そうするとその15万のうち12万を抑えた団体の言うことっていうのは政治的にすごく力があってあの今でも。 あの医療職種の中では僕らねとっても似た感じだけどずっと押,押されっぱなしですよねこれはね遮断の力なんです向こうは12万人いるんだけどこっちはあの17万人の免許者のうち4000人しかいない5000人しかいない12万対4000で勝てるわけないでしょあのこうせめぎ合いにもならないんですよ だから、鍼灸の,の免許者が、その免許の力をね、職域を広げるためにはね、その職能団体としての業界団体が大きくならないといけないんですだから実質20倍しなきゃいけないの、今の。現在の鍼灸師会を20倍にしないと、僕らの身を守る団体にはなってくれない。 ただこういう状況だけどあのそれでこそ今み,みんなが入ってくれてね組織率を上げて自分らの免許を守っていこうっていう流れにしないとねもう本当にあの鍼灸師の職域が削られていく一本になっちゃうんですよだから職が守られなかったら食っていけないし食っていけなかったらやめちゃうでしょ それで、一番恐ろしいのはね客がいないと腕が上がらないんですよすなわち客が回らない鍼灸院ばっかりだと日本の鍼灸のレベルっていうのはどんどん落っこっていっちゃってつまり技術ごとなくなっちゃうんだよね鍼灸の仕事を守るためには鍼灸院の職域を守ってくれるあの業界団体っていうのは絶対に に必要でそうでないとあのみんな僕らの仕事が取られちゃうの他の団体に他の業種にそれを放置しておいたらつまり僕らは腕も上げられないし客が来なくなって技術の担い手ですらなくなっちゃうだからあの今入っても鍼灸師会っていうのはね めんどくさいじじいがみんな待ち構えてっていろんな仕事を振られるだけでふざけんな何の,すあのメリットもねえじゃんって思うかもしれないけどまあ入ってふざけんなって思ってそこで立ち止まっていただきたい、ね、踏みとどまっていただきたいのねそれは組織率1%って恥ずかしい状態からなんとか組織率 60%70% にしなきゃいけない今の状況を みなさんに分かってほしいといことです。はい。ありがとうございます。話しすぎた、えー、まあ、今回の見どころですね。お願いします。はい。あの、私も一会員として、東京の新規師会でもう15年ぐらいやってるんですけど、あの、そこで入って良かったことの一つに、まあ、あの、スポーツボランティアがあったんですね。 やっぱ毎年のマラソンの東京マラソンとかそういうのって柱になっていくんですねあとは地元の僕なんかだと練馬拳マラソンっていうあのそういうイベントが練馬にあるんですけどねあのそういうとこに参加してあの先輩たちとどんなことやってきたかとその中でどんな得があったよっていうのをまあ本当私の試験ですけどね一会員が感じた あの遮断のメリットっていう、その辺を話してみたいと思ってます未来についてはいかがでしょうか、えー、遮断の未来ってことですか、鍼灸師の未来、はい、あのいこ今のねあの、地域医療の状況を見ても、鍼灸の需要っていうのはすごく高いんですよ、ね。 で、今後、あの、高齢化社会が進むにつれて、もっとこの新旧に対する需要っていうのはどんどん高まってきます。それを考えると、あの、新旧市の未来は明るいんだけど、ただ、あの、その需要に応えるためにはですね、いろんなあの、作り込みが必要なんですよね。新旧の免許に関しても、 現状のハリ Q 免許では地域医療の中で非常に使い勝手が悪い。それで実際に法制度の中においても新旧市の位置づけっていうのはとてもね、わかりにくいんですよね。だから新旧市の需要がこれだけ高い中で新旧市の未来を開けるかどうかは 新旧の社団がどれだけ政治力を持つかってその一点にかかって簡単な話社団の人数が20倍になれるかなれないかで新旧市の将来は決まると思っていますその辺をちょっと本番のところで深掘りをして話していただけそうなところですねまあ、本当に先生の講演楽しみに、えー、しておりますので まあ本当にこのオンラインセミナーですね、ど全国どこでも w i f i がつながればですね、えー、参加できますので、えー、先生方、まあ、学生の方々も含めて、えー、まあこの前にですね、えー、アイム新院の横山先生とか、えー、清稜高校のトレーナーの田中先生とかですね、非常に興味深いあの講演ありますので、えー、まあ実際にあの横山先生の 針を刺して自律神経見ちゃおうみたいな企画もありますので、ぜひ参加していただければと思います。それではまた会場でお会いしましょう。